失礼。それが遺跡の戦利品さ。へえ。なあ、この紋章って。ああ、同志の紋章だね。だよな。天族と交信し、かの力を意のままに操り、圧倒的な力を発現するもの。同志か。同志になったつもりかい？どうかな。暗黒の世を救う救世主には見えないね。黙るのだ天族よ。お断り。ほら、発掘したもので遊ばないだな。彼女遅いな。ちょっと見てくるよ。楽しめた？ああ、だがずっと誰かに見られてるようで、なんだか。ご飯にしよっか。すまない、実はもう限界だった。じゃあ俺の家に行こう。何でも。さあ入って。ねえ、君がいる都ってどんなとこ？私が暮らしているのはハイランド王国の都、レディレイク。レディレイクって聖剣伝承の？知っているのか？天意剣文録にあったよ。湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が同志になるって伝承があるんだよね。ああ、恵まれた水源を持つ都で、酒と祭りが好きな陽気な人々で溢れていた。溢れていた？昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだな。下界？山を降りた先のこと。俺ここから出たことないんだ。一人でずっとここに。スレイこそ大変な境遇だったのだな。そうだ、明日からの帰り支度手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。そうだな、あと少々の道具類と寝袋があれば。わかった。じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう、感謝する。おはよう、スレイ。おはよう、ミクリオ。ミクリオ、早く！のんびりしてる暇はないぞ。わかってる、すぐ行くよ。じいじにいろいろ仰せつかってね。しばらくは暴殺されそうだ。そっか、こっちのことは気にしないで。スレイ、じいじの気持ちも。うん、わかってる。ミクリオ！じゃあまた。ああ、おはよう、よく眠れた？おはよう、久々にぐっすりと眠れた気がする。じゃあ早速行こうか。
入り口の門から左手だよ。そこに売り棒がいる。いい狩り場なんだ。了解した。あいつの肉は燻製にしたら保存も効くし、なかなかいけるんだ。皮も素材としていろいろ使えるしね。少々気の毒だが。やめとく？いや、現実は心得てる。それに、都では得られない経験だ。なるほど。今だ、行くよ。すごい槍さばきだ。ありがとう。君こそ大したものだ。行くぞ。逃がさない。大丈夫か。みんな行くぞ。シェーバン行くぞ。終わったな。よし、もう何頭か必要だな。見当たらないな。よーく探せばいるよ。Thank you.
しの準備はできている。はっ、ケジラ純烈成敗。おとなしく眠ってくれ。撃したぞ。行くぞ。今の攻撃だ。終わったな。集中、ケジラ瞬撃弾、一刀両断、一旦行くぞ、瞬撃一刀両断、よしはっ、ケジラ瞬撃。うん、じゃあ今日は帰ろう。レディーレイクまではどれぐらい？そうだな、2、3日というところだろう。近っ。そうだったんだ。だが山麓の森は深くはないのに迷ってしまうことが多いんだ。ジイジの領域の力だな。スレイ？あ、起こしちゃった。ごめん。よほどのお気に入りなのだな、その本が。子供の頃から何度も読み返して。いつか世界中の遺跡を回るのが夢なんだ。天意見聞録を読んだ者皆がそう言う。かくいう私もその一人だが、今世界に遺跡探求の旅などという余裕はないんだ。十数年前から世界各地は人知の及ばないような最悪に見舞われている。最悪？謎の疫病に止まない嵐、人体自然発火、死人が歩き回ったなどとめちゃくちゃな噂まである始末。ちょっと待って、なんていうか。信じられない？それとも面白そう？あ、いや。だが事態は深刻だ。罪悪によって引き起こされた大陸全土の異常気象、それが原因で近い将来作物の実りがなくなり、
飢饉がやってくるだろう。最大の問題は窮した国々の間で略奪戦争が起きるかもしれないということ。そうなってはもう止められない。何か手はないの？見当もつかない。伝承にすがるほど。だから遺跡を。いいよ、無理に話さなくても。さあ俺ももう寝る。おやすみ。おはよう、スレイ。おはよう。今日は昨日買ったウリボアから保存食とかカバンとかいろいろ作らなくちゃ。よろしく頼む。そんな楽しいもんじゃないけどな。始めるときには声をかけてほしい。始めるのか？さあ、まず私はどうすれば。結局すべて君にやらせてしまったな。いいって、慣れてるし。おかげで明日には立てそうだ。ありがとう、スレイ。そう、よかった。じゃあ明日に備えてゆっくり休んでね。俺じいじに伝えてくるから。もっと下界の話聞きたかったな。じいじ、明日出発するって。そうか。出発は皆で見送ろう。客人には違いなかったわけじゃからな。うん。スレイ、本当に世話になった。本当にここまででいいの？ああ、これ以上迷惑はかけられない。そっか。大丈夫、渡した地図通りに行けば森も迷わないよ。あ、いや、それは信用している。アリーシャ。え？私の名はアリーシャ・ディフだ。アリーシャ。君は何も言わずに、何者とも知れぬ私を助けてくれた。それに引き換え、私は我が身可愛さになすら告げず、騎士として恥ずべきことであった。どうか許していただきたい。そんなこと。スレイ、私は、ん？私は天族は本当に存在していると思う。天意見聞録に記された数々の伝承はおとぎ話などではないと。うん。今世界中で起きている最悪、それを鎮められるのは伝承に残る存在なのではないかと。どうしだね。君は笑わないんだな。都では誰もが馬鹿にしたのに。俺も信じてるから。君は本当に気持ちのいい人だ。レディーレイクの都では間もなく聖剣祭が始まる。同志伝承をなぞらえた剣の試練も行う予定だ。スレイ、剣の試練に挑んでみないか。え？では行く。スレイ、今の話考えてみてほしい。どうして？伝承にある同志、それはきっとスレイ、君のような人物だと思うから。これは？僕はジージに言われて、あの後ずっと遺跡であの女騎士の手がかりを探していたんだ。じゃあこれはアリーシャの。
ハイランド王家の紋章だ。アリーシャ・ディフだ。ただの騎士ではないようだね。つらいだろうがな、これでよかったんじゃ。ジジ、何者かがわしの領域に侵入してきた。気配を隠したか、小賢しい。聞け皆の者、何者かが侵入した、探すのじゃ。気配を隠したことからおそらく兵馬じゃ。心して探索に当たれ。俺たちも行くよ。うん、兵馬であれば事態は急を要する。頼んだぞ。森の方を当たろうと思うが、どう思う？うん、そうしよう。最後の匂いがする。おかしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだが、また新たに二人もお出ましか。なんだこいつは。これが兵馬だって言うのか。ここは君が来るようなところじゃない。立ち去るんだ。小僧が生意気に。全身恐怖が丸出しになってるぜ。ほら、力んで腕もガチガチ。うわっ、せいか。お前さん、うまそうな匂いがするね。なんだって。言わせるのかい、お前さんを食いたいって。ふざけるな。最初から全開だ。兵馬、俺の奥義を見せてやる。ケチャッ、狙い撃つ。円滑に巻き上がれ。天皇派、天皇派、回す。天皇派、狙い撃つぜ。さあ、行くぞ。これどうだ。負けられない。あれあれ、円月輪、天皇派、すべて出し切る、すべて出し切る。かけよう。ロペア、負けるか。終われない。負ける。円月輪、すべて出し切る。まだだ。終われない。狙い撃つぜ、狙い撃つぜ。ほどにもないじゃないか。さあ、まだやんのか。され。なあ、ワイセン。あいつ、ワイセンを。これが兵馬の本当の。それ、邪悪なる者よ。それともみんなで相手してやろうか。つまみ食いにかまけてメインディッシュを逃すのは面白くない。マイセン、あとはわしらに任せ。ジジ、
さっきの狐人間は兵馬だったのですか。我々と言葉を交わすなんて。うん、あれは人間が兵馬と化した姿じゃ。疲れたと言ってもいい。人が兵馬に。さあお前たちはさっさと戻って休み。そうします。さあ帰ろう。うん。動き始めたのかもしれんの。あいつ一体何しに。おかしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだ。メインディッシュを逃すのは面白くない。まさかあいつの狙いって。